Hey, チューブ、おくつめちゃんの皆さん、こんにちは。ヤナサビーです。さあ、今日はですね、ダジャ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 。はい、こちらを、仮組レビューしていきたいと思います。はい、これはね、プレ版の MG100/1 リガズイカスタムです。めちゃめちゃね、大きいし、分厚いし、かなりね、重量はあるんで、おっと危ない。まあ組むだけでもちょっとね時間がかかりそうなんで、早速準備していきたいと思います。それではやっていきましょい。はい、じゃあとりあえずね箱の中身を見ていきたいと思います。それではおーぷー、あ光ったぷー、じゃじゃん、びっしり入ってる。やっぱりいや重かったもん、めっちゃ重かった。どれどれ、今回カラーも多いね。パッと見すごいカラフル、パープル、水色とか、あとシールが入ってますね。すごい、これはね結構時間かかるね普通に。これはなんだ、あ、ネジ類も入っていますね。ちっちゃいネジが入ってて、水電車が入ってました。プレ版は全部入ってるもんなのかちょっとわかんないんだけど、とりあえず水転写デカールが入っています。そしてはい、説明書ですね。これまたページの量が多めです。すごいなこれ。よし、っていうわけで多分っていうか確実にすごい時間かかっちゃうと思うんで、ちゃっちゃと始めていきたいと思います。じゃあじゃあ、
じゃーん、はい、完成しました。でかい、見て顔の横に置くとこんなにでかいんだけど、すごピー。はい、というわけで、じゃあ細かいところ見ていきたいと思います。今回はですね、ものすごくランナーが多くて組み立てるのに時間がかかってしまいました。このリガズイカスタムは2001年に発売されたリガズイに新規パーツを追加した商品みたいです。なのでね、余剰パーツがね結構な数あります。リガズイカスタム自体が30年前のモビルスーツ図鑑っていう本にイラストが掲載された機体で、おじさま方にとって当たり前の機体だと思うんですけど、若い人はこの機体知らないかもしれませんね。ちなみに私は瓦礫の作例を見て、そこから知って、甘いからいいな、欲しいなと思ってて、そしたらプレ版で出るってなって、もう速攻予約しました。リガジーをアムロ専用機にしたらってコンセプトでデザインされたみたいなんですけど、にわかファンの私からしたら、そもそもリガジーとアムロ専用機みたいなもんじゃんって思ってました。いやー、このゼータ顔かっこいいよ。逆車に出てきたのがこっちだったらガンダムもどきって言われなかったね。コックピットハッチ開けるとパイロットが見えます。MG なので内部のメカディテールもね再現されています。で、裏打ちはこんなデザインになってます。で、武器はビームアサルトライフル、そしてビームサーベルがついてるんですけど、これがねめっちゃ大きい、ハイパービームサーベルっていうそうです。で、シールドの裏側ね結構複雑な形状になっていて、塗り分けこだわる人だと大変かもしれないですね。ここにグリップがあって、ここはミサイルかな。サイドアーマーがビームガンになっています。まだまだ火力があって、腕にはグレネードランチャー、モビルアーマー形態だとここがビームランチャーになるそうです。そしてここに三連装ミサイルランチャー、ウェイブライダー機種には大口径メガ粒子砲。これゼータ系最強じゃない、こんなに武器ついてたら。で、こちらがシールと水転車デカールです。アムロマークついていますね。このアムロマークっていつから存在してたんだろう。アムロが自分でデザインして整備スタッフに貼っといてってお願いしたのかな。で、続いてはウェイブライダーに変形させていきたいと思います。この変形ギミックってリガズイと同じなのかな、作ってないんでねちょっと私わかんないんですけど、同じだったら昔から MG ってギミックすごいんだね。うん、かっこいいんですけど、膠着装置的なものがねないのでちょっと傾いちゃいます。設定だとランディングギアってついてんのかな、一体どうやって着艦するんだろう、ザッサーって感じでいくんかな。はい、今回のね感想としてはもう細かくパーツも分かれているし、新しいゼータって感じがして私は買ってよかったなと思ってます。ただね、残念だったのがスタイル、今風じゃないんですよね。昔ながらのスタイルが好きな人だったら完璧だと思うんですけど、私ね今風が好きなんですよ。約20年前の MG を利用してるのでプロポーション大丈夫なのかなって心配してたんですけど、やっぱり頭の大きさが気になっちゃいますね。ちょっとね分かりやすく同じ 20m 級の機体と比較してみますね。こちらは RE ガンダムマーク3 8号機くん、比べるとね結構違うの分かりますかね。まあ顔がちっちゃくてメリハリボディめっちゃかっこよくないですか。うん、私的にねそこが残念でした。せっかく出すんだったら全部新規パーツで出してほしかったです。リガズイバージョン 2.0 を出して、それからリガズイカスタム出してほしかったかな。あとね、バックウェポンが大きいから重くて後ろに傾いちゃうっていうか、自立がすごい難しいんですよ。 HG みたいにこの小さいボールジョイントで連結する形なので保持するのがちょっと難しいんですよね。はい、というわけで以上がリガジーカスタムの、レビューでした。というわけで、本日動画はここまでにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。それでは See you next you. Bye.
最後まで見てくれてありがとう。よかったら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。ベルボタンを押すと新着動画の通知がいくのでよかったら押してね。 Twitter では YouTube では見られない裏側やイベント情報などを載せてるのでチェックしてみてください。アビー日和では私の日常などをアップしてるのでよかったら覗きに来てね。